こんにちは、エリです。今日はハートのピアスを作っていきます。フェルトにハートの下書きをしていきます。ビーズステッチ糸を針に通して 2mm のゴールドビーズをバックステッチしていきます。次に 2mm の赤いビーズをバックステッチしていきます。3mm のチェコビーズをハートの中に塗っていきます。フェルトをカットします。裏地をカットします。裏地とピアス金具と9ピンを接着していきます。
9ピンと9ピンの間は5ミリぐらい開けています。ボンドが固まるまで待ちます。はい、ボンドが固まりました。10ミリのコットンパールと 2.5 ミリのゴールドビーズとメタルパーツと T ピンを使っていきます。パーツをそれぞれコットンパールに通していきます。コットンパールを9ピンにつけていきます。はい、こちらで完成です。